皆さんおはようございます。ソニックシャドウジェネレーションズ、こちらですね、日本ではびっくりするぐらい話題となっておりませんが、こちらもですね、10月25日に発売開始となりました。またロマサガ2リメイクに関しましては、こちらは日本ではかなり話題となっているので多くの方が認知されているかと思いますが、10月24日に発売となりました。で、その中で今ですね、続々と進捗状況が出てきておりまして、で、日本の部分につきましてはまた他の動画で話をしていきたいんで、今回は海外の目線で話をしていきたいんですけど、今ですね、この、ソニックシャドウジェネレーションズかな、こちらがかなりですね海外で受けているみたい。まだ具体的にどれぐらいの本数が売れるのかわかりませんが、まず現在の海外の Amazon ランキングとなっておりますが、アメリカのスイッチであれば、上位はこんな感じ。マリパジャンボリーが、相変わらず1位を獲得しているといった状況です。で、日本の周辺でもですね、先週1位に輝いておりましたので、まあその勢いそのままですね、今週につきましても、売り上げナンバーワンをですね、キープしているといった状況ですね。また2位につきましては、冒頭で取り上げた、ソニックシャドウズ。こちらがですね、2位に入ってきていて、で、ゼルダの伝説知恵狩り。これね、海外では全然売れないんじゃないかって言われてたけど、ただ、アマゾンのランキング見てると、普通に上位に入ってきてるから、まあそのことからですね、これ国内のみならず、世界でもしっかりと売れておりますので、まあ普通に全世界で300万本とか400万本とか、そのうち売れるんじゃないかっていうことが言われていたりします。またアメリカの PS5 に絞ると、まあこういった感じで、1位が出たブラックオプス COD。 こちらがね、1位を獲得していると。COD ブラックオプスが1位か、まあそりゃそうなりますよねっていうところなんですが。で、2位がソニックシャドウ。こちらがね、なんと、スイッチに続いて2位を獲得していると。で、まあ3位以下がこんな感じになっていて、で、黒神話悟空もね、中国でしか売れてねえじゃんと言われてたけど、最近アメリカでもね、結構人気出てきていて、比較的売れてるみたい。それなんですよね。なんか一時は中国だけで9割ぐらい売れてるので、世界目線では全然売れてねえみたいなこと言われていたんですが、ただ最近ね、日本でもそうだけど、このゲームめっちゃ面白いっていうことで流行っていて、中国のみならず様々な国でもですね、今売れるようになってるみたい。まあ話題性っていうところでしょうかね。なんでまあ発売してから結構時間経ってますけど、結構上位に来ているっていう状況なんですよね。で、続いて、まあ、アメリカか。アメリカはこんな感じで、まあ、見てもらったらわかる通り、ロマサガ2リメイクはね、入っておりません。まあ、それどころか、圏外でした。はい。ランキング圏外だったので、まあ、少なくともアメリカでは全然売れてないよね、ってことがわかりました。続いて、イギリスですね。まあ、イギリスも見ていきましょうか。これ、ロマサガ2リメイク見てもらったらわかる通り、ランキング外となっていると。で、トップ10にすら入ってませんでした。まあ、アメリカもイギリスもね、入っていなくて。まあ、新作のゲームで入ってこないっていうのはなかなかやばいんですよね。そう、なかなかやばいので、一方でソニックシャドウってさ、これ見てもらったらわかる通り入っているので、まあ、海外ではソニックシャドウがね、かなり優勢なのかなといったところでしょうか。で、イギリスの順位はこんな感じですね。まあ、アメリカとそんなに変わらないかなと思っていますが、で、イギリスはこんな感じ。PS4 と PS5 の合算となっていますが、まあ相変わらずやっぱり COD が強いなっていうところなんですが、やっぱソニックシャドウもね、相当上位につけてますね。まあこんな感じ。で、あとアストロフォーとか地味に入ってるのがちょっと面白いな。まあそういった感じでしょうかね。で、本当にね、恐ろしいぐらいこれロマサガ2リメイク海外で流行っていなくて、なんかそもそもさ、なんかインフルエンサーかな、海外の有名なゲーム実況者とか配信者もほとんど触れてなくて、っていうか一切触れてない人もいたりとかで、ロマサガって何？サッカーゲームですか？みたいなね、反応の方もいたりとか、全く興味ないんだけどっていう方がね、かなり多くて、ちょっとびっくりしました。まあ日本との差というか、日本ではなんかどちらかというと、ロマサガ2リメイクが優勢で、
まあ優勢というか、むしろこのゲーム神ゲーじゃねえかって言われている通りですね。かなり受けが良く、で体験版の時点でも相当高評価でした。一方で世界的な目線ではもう全然面白くないんだけどみたいな、一応体験版やったけど面白くなさすぎてやめましたっていう方が結構多くて、なんか海外ではどちらかというとガチの不評でもうランキング圏外っていうものが相次いでおりますね。で、今回アメリカとイギリスに限った話をさせていただきましたが、ゲームの市場が大きいのでこちらご紹介させていただいておりますけど、まあ、他の国でも同様ですね。まあ、かなり厳しい状況。一方でソニックシャドウはね、めちゃくちゃ好評で、なんか他の国とかでも基本的にはトップ5に常に入っている状況。まあ、そういった感じなんですよね。まあ、非常にですね、売れ行きも好調で、で割とねソニックで世界的にもじわじわ売れるようなタイトルではあるので、これ地味に下手するとね、全世界売上本数がとんでもないことになるんじゃないかっていうことが言われてます。まあ果たしてどれぐらいになるか分かりませんけど、まあ逆に一方で日本ではねほとんど認知されていないので、悲しいことにまあほぼ触れられていないっていう状態なんですよ。まあそう考えるとなんか日本と世界では目線が違うというか、そういったところがねちょっと今回面白いなと思いました。まあそれは当たり前の話ではあるので、別に物珍しいことではないかと思いますが、ただロマサガ2リメイクってさ、まあ個人的な印象では、まあ、スクエニが出しているゲームなので、でスクエニって結構ね海外でも知名度があって、かつシェアもあるようなメーカーなんですよ。例えばファイナルファンタジーとかで、このファイナルファンタジーってさ、どれぐらいの方がご存知かわからないんですが、ほとんどの売り上げが、海外なんですよね。だから海外経由での売り上げが非常に多くて、まあそれなりにそのファイナルファンタジーの会社であるといったところは認知されておりますので、でそのスクエニから出る RPG っていうところで、まあ、このロマサガ2リメイクの存在もね多分知られてはいると思うんですよね。あのスクエニの FF のあのメーカーが出したゲームかっていうことで、まあ、認知はされていると思うけど、ただ認知されている上で買われないとか興味ないって言われてるっていうのは結構海外受けが良くないというか厳しいのかなと思いますね。まあこれの理由っていうのがいくつかあるんだけど、まあロマサガ2リメイクってさ、体験版製品版やった方ならわかるかと思いますが、まあそもそも一般的な RPG とは全然違うような座組でゲームが作られていると。でまあストーリーの構成であったりとか、まあ戦闘のところもですね、そもそも全然ゲームと異なっているので、普通のゲームとはね。だからまあ癖が非常に強いんですよ。で、このゲームが海外で受けるかって言われると、まあそうでもないのかなと思ってて、でまあ上位のゲームとか見ていただくとわかるかと思いますが、類似性のあるゲームってほとんどないんですよね、ロマサガと。まあそれをね、鑑みると、まあ海外受けっていうところは難しいんでしょうか。まあ当初ね、ゼルダの伝説、知恵狩りもね、同様のことを言われておりましたが、やはりそのゼルダパワーっていうところでしょうか。まあゼルダに関しても、海外の売上比率が非常に高くて、こちらもかなり有名な話なんですが、海外売上比率が確か 85% とかそんぐらいじゃなかったっけ、ブレワイに関しては。だから逆に日本人が遊んでる割合ってさ、全体の売上の 15% ぐらいなんですよ。まあそういった背景もあるので、まあそもそもゼルダっていうものが相当ね海外で知名度上げていたので、まあその結果ゼルダの伝説知恵狩りも売れたのかなと思ってますが、ただロマサガ2リメイクはそうはいかなかったかって感じでしょうかね。まあ結局なんか世界でも売れるようなゲームを作らないと、まあ全世界の売上本数が伸びていかないので、まあ日本向けにはねいいかもしんないけど、ただまあ世界的に見るとかなり厳しくなっちゃうから、で売上本数って基本的には全世界で見てくるので、まあそれを考えるとちょっとロマサガ2リメイクは、まあ公式としては予想外だったのか、まあそれとも想定内だったのかわかりませんけど、まあまあまあ、それなりに日本ではね、地位を築いているものの、海外では苦戦しているから、まあよりね、プロモーションであったりとか、今後まあ海外受けするような内容とかをね、入れていかないと、ちょっとシリーズの存続っていうところが結構難しいんじゃないかなと、これを見ていて思いましたね。まあ、新作のゲーム、しかも新作で出始めて間もないゲームでランキング入ってこないっていうのは結構致命的ですからね。まあ大体大きなタイトル、中堅どころのタイトルですら、ここのランキングに入ってくることが Amazon だと通例なので、まあソニックシャドウを出てる、入ってるのを見ていただくとわかりますよね。
まあ、よりね、ここが顕著に現れてしまっておりますので、ちょっと今後のですね、スクイーンの動向に注目なんですが、まあ、とりあえずね、足元このような状況となっています。まあ、かなり厳しいよな、ロマサガ2リメイク世界では。今後どうなるんだろうか。逆にソニックシャドウすごいよな。やばいね。で、一応初日でなんか売り上げ本数100万本を超えたみたいな噂があるんだけど、これちょっとまだわかりません。信憑性がないんで。またここについては続報入りましたら取り上げていきたいと思います。っていうことでお疲れ様でした。